東京工科大学のメディア学部ではプレゼンテーションビデオ作成システム PVCT を開発していますこの録画システムは講義などで使われるプロジェクターにカメラの映像、パソコンのデータ画像など複数のコンテンツを自動で一画面に合成していますこのシステムはですねコンピューターの画面を録画するということをベースに作っています従来のこういったシステムはあの先生の 話をですね、録画するということととだけに限定されたと思うんですねところがこのシステムは、まあ、このプロジェクターを見ていただいて分かると思うようにですね、えー、プロジェクターに出す映像そのものを講師とパワーポイントを融合するということをしていますので講師の側からもですね今までパワーポイントは遠くにあって、まあ、自分はこうレーザーポインターで指すという世界だったのでそれはまむしろ映像の中に融合されてますので、えー、話しながらですね字をう字を 文字を指したりとか、話しながらパワーポイントの絵に字を書くという形で、講師にとってもとても重要のものに比べて話しやすいと思います。また、PVCT では、ラティステクノロジー社の 3D 圧縮技術を搭載したスムーズな 3D 画像の表示を実現しています。ビデオの解像度は 1600×800 ピクセルで、 高画質ながら録画されたデータは圧縮されているので DVD であれば9時間まで収録が可能です。最近ですとあのよくあのメール等であの新製品情報が来るわけですけども、えー、まあそれが多分これがだんだん動画になってくる可能性があると思うんですね。その動画になった時に、えー、こういう形で入ってるとその商品のコンセプトを説明する映像がですね。えー ウェブ上で見るにしても非常に分かりやすいものができるし、まあ、非常に魅力的なものもです、ね、これによってできる可能性があるんじゃないかと思います、ね。